どうも、ちやです。はい、ということで皆さん、まあね、サムネにもあると思うんですけど、見ましたか？ガヤのあの美女。ちょっともうなんか、驚きを通り越して心配になった。どうした?みたいな。なんかもう、なんかあったなら話聞くよ?みたいな。なんかそのレベルのこう、心配をね、こう巻き起こしてしまうようなガヤさんの美女について今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。まあね、最近ガヤさんといえば、まあヒゲ生やしてみたりとかね、まあそれこそ今回のこのビジュなんて見たらもうここね、髪の毛ないっすからね、もう全刈りみたいな、もうアタッチメントなしでもうバリカンいっただろうみたいなね、髪型してて全部オールバックでみたいな、まあかなりこうね、男臭いというか、今までのそのガヤのそのちょっとこう茶髪でチャラさが残っててみたいな感じとはちょっとね、違った感じになってますよね。まあ別にね、この美女がそのかっこいいかかっこ悪いかっていうところはまあ一旦置いておいて、まあシンプルに急にあんなことされたらびっくりするから本当に。まあだってそれこそさ、今ライブとかもやっててさ、まあその中でこの美女にしちゃうっていうのはちょっとよっぽどのことがないとね、なんかもうつじつまが合わないというか、まあなんかそれこそドラマの出演があるとか舞台があるとか、なんかね、そういったこうお仕事関係でのやむなしのこのね、アタッチメントなしバリカンだったらわかるんですけど、何にもなくてこう心境の変化とかからこれが来てるんだったら、ちょっとね、ガヤ考え直した方がいいよっていうか、これ以上こう自分をどこに持っていこうとしてるんだろうっていう風にもう心配になっちゃいますよね。まあだってさ、今ツイッターで藤ヶ谷って調べるとスペースでどうしたって出てきますからね。もうそんなのあかんってガヤ、もうそんな風になっちゃダメなんだって。まあだからね、本当にね、未だかつてね、ここまでそのね、お仕事でしたっていうネタバラシがあることを祈ったことはない、本当にマジで。もうじゃなかった時のもう絶望感というか、もう僕はこの人のどこにときめけばいいんだろうっていうふうにマジで思うぐらい、なんかちょっとそれぐらいね、びっくりしちゃいましたね。で、まあ、そのね、今回のこの話にも繋がってくるんですけど、そのね、この間僕がアップした、キスマイ2の瀬取り問題の動画の中で、まあ、その、やっぱりキスマイ2は、僕はね、そのキスマイ2は藤北で、こう、前に出していって、そこにこう、センターで玉がいて、後ろにこう、ブサイク4人がいる。この構図、このフォーメーションがやっぱりいいんじゃないか。やっぱこのフォーメーションで打っていくべきだ、みたいなところを話したんですよ。やっぱり、キスマイ2、藤ヶ谷、北山、この藤北、2人を前に出した方がいいかなと思います。もうやっぱりね、藤北なんですよ。もう藤会、もうガヤと北山博光って、もうこの二人がこうね、前に立ってるっていう事実がめちゃめちゃ大事なんですよ。まあだからね、これをね、話し出すとめちゃめちゃ長くなるし、まあこうね、ファンの皆さん的にも結構ね、デリケートな部分だから、あんまりね、激しいこと言っちゃって僕のこの動画燃えるのも嫌なんで、あんまり言いたくないんですけど、やっぱりね、藤北なんですよ。で、ガヤと北山がいて、玉森がいるって、この夫人。で、そして横ね、後ろにこの4人がいてっていう、あれがキスマイフト2なんですよ。だから、なんかこうね、いろんな状況下だったりとか、まあそのね、2人のね、こう、冷戦がとかさ、なんかそういうのもあるのかもしれないけど、知らんから、そんなのファンからしたら。そんなね、2人の状況なんて、もうこっちはもう知ったこっちゃないし、もうそんなね、あなたたちがね、そんな藤北がなんかもう仲悪いとか言ってる間も、しっかりお金落としてるんですよ。だから、もうちゃんとね、もうそんなもうズベコベ言わず、もう仲良くしちゃいいんですよ、別画面上でも。で、まあその先に、こう、例えば歌番組とか出た時も、やっぱりその藤ヶ谷と北山博光この二人が、このバーンって立つことによって、やっぱり安定感だったりとか、やっぱキスマイなんか強固なもんだな、10周年にして、みたいなところが映って、結果的にどうなるのか、ファンの皆さんが満足するんですよ。まあだからこのね、三つを総括すると、やっぱりね、その子さんの皆さんが、やっぱり満足するコンテンツ発信っていうところが、やっぱり一番の鍵になってくるかなっていうふうに思うし、別それに関してはもう子さんだろうが、その新規だろうが、ライト層だろうが、全く関係ないというか、やっぱりみんなが求めていることなのかなとも僕は思うので、やっぱりね、キスマイフト2の7人の皆さん、ちょっと今一度考えてみてはどうですか。で、まあ、そしたらね、その動画に対してのコメントで、その視聴者の方から、そのガヤさんはね、ずっとこう、横一列で、みたいな、メンバー横一列で頑張ってこう、みたいなことを言ってるじゃないか、みたいな、なんかそういう、こう、10年間のところの、まあ、試行錯誤だったりとか、まあ、その歩みっていうところをなかったことにするのか、みたいなところをね、そのいただいたんですけど、そのね、そのガヤさんの言ってる横一列って、実はめちゃめちゃ問題で、そのガヤさんって、メンバー横一列で頑張っていきましょうっていうふうに言うじゃないですか。で、まあ、そのね、メンバーのその前に、
ていたガヤさんが横一列になるときに、そのガヤさんって、その自分がこの立っている前のところでメンバー横一列にするんじゃなくて、メンバーがその後ろにいるところに下がって横一列になってるんですよ。これって、果たしてメンバー横一列にすることでパワーダウンしてねっていうふうに思うんですね、僕。なんかその傾向があるなというか、まあ、そのガヤさんの元々のこう性格的なところというか、その意外とこう、ね、あんまりオラオラじゃないじゃないですか、その本質的には。だから、なんかそういったところが出てての横一列を歌うのは、ちょっとキスマイフット2のグループ的にはどうなんっていうふうに思うし、なんかその平和的なところを、まあ、そのガヤさんは取ってるのかもしれないし、そういう考えももちろんいいかもしれないんですけど、その10周年、11年目、仕掛けるキスマイフット2に果たしてそれは必要なのかと僕は思います。まあ、だし、ぶっちゃけ、そのね、7人横一列でマンパワーで戦って、じゃあね、いまいちなんか響かなかったから、じゃあ今宮田さん前に出てきてるんだと思うし、なんかその中でこう、ね、ガヤさんの意見を尊重したりとか、そのガヤさんのその元々のこう性格的なところを尊重して、こう伸ばしていこうみたいなところは、ちょっと今は必要ないんじゃないかなというふうに思います。まあだから、そのガヤさんの今回のやった、そのね、バリカンアタッチメントなし、刈り上げ、ヒゲは、ちょっとよくわかんないし、なんかそれをする理由っていうところはもうドラマとかそういうお仕事の関係以外でしてるんであれば、僕はもう直ちにちょっとやめた方がいいなっていうか、なんかちょっとって思っちゃいます。まあだしね、今こうガヤのファンでいる人ってやっぱりあの茶髪時代のね、あそこにこう惚れ込んで今もこう応援してる人っていうのがたくさんいると思うんですよね。そのね、ファンの方々が求めているところっていうのをちゃんとガヤさんは受け取ってくれてるのかなーって思っちゃったし、なんかそのね、意見とか気持ちっていうところよりも、その自分の今のこうね、目指していきたい先だったりとか、その自分のメンタル的なところが優先しなきゃいけないほど追い詰められてるのかなみたいな、なんかそれはそれでちょっと心配だしみたいな。11年目キスマイフット2、ちょっとね、あの初っ端から大変なことになってるなっていうふうに思いました。ということで、まあ、そんな感じで今日はですね、ガヤさんの美女についてお話ししてきましたけど、まあとはいえツアーはね、あの今こういう状況下の中でもいろいろね、こうキスマイフット2はやっているっていうところで、まあ本当に頼むから、なんかそういうね、クラスターみたいなのもなんか本当にマジで無事にね、こう完走しきってほしいですよね。まあ本当ね、これはね、もうガヤさんのヒゲ問題よりも大事というか、もう本当にキスマイフット2がなんかそういうね、あのライブでいろいろ起こっちゃいましたっていうニュースがマジで出ないことを本当に祈っているので、まあ本当に安全第一、人命最優先で、まあキスマイフットに会えるでしょう2022っていうところをちょっとね、あの走り切ってほしいなっていうふうに思います。で、まあしかもね、僕もあの愛知公演まだ諦めてないです。制作解放のね、メールがもしかしたら来るかもしれないっていうふうに僕はまだ祈っているので、はい、ちょっとね、キスマイフットに会って、まあガヤさんに直接会って、まあちょっとね、ヒゲそれみたいなところのね、そういうのちょっとできたらなっていうふうに思います。ということで、そんな感じで今日の動画は終わりだと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。